アイテム番号 SCP-202JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-202JP はサイト81の専用収容室内の耐熱耐水重量センサー上に設置されています。重量センサーと連動した自動給水システムが構築され、SCP-202JP の内容物が65リットル以上を維持するよう常に注水されています。内容物を汲み出す際は必ず同量の水を追加し、その際一時的にでも水量が60リットルを下回らないようにしてください。自動給水が停止した場合、手動による給水と水資源を確保できる施設への移送を行ってください。SCP-202JP の周囲は満水の小型貯水タンクで囲み、その内側は緊急時を除いて立ち入り禁止とします。保守員は別の手順書に従い、定期的に SCP-202JP の状態検査と水質検査を行ってください。説明。SCP-202JP は直径45センチメートル、高さ45センチメートル、満水容量71リットルの調理用鍋です。SCP-202JP は投入された液体を熱源なしに摂氏100度まで加熱します。SCP-202JP に水以外の液体または小さな固体が投入された場合、時間をかけて消滅し、SCP-202JP の内容物は水のみに戻ります。消滅にかかる時間は投入物の量と大きさに比例します。SCP-202JP の温度は摂氏100度に保たれていますが、これは内容物から伝播した熱による影響であり、SCP-202JP 自体は発熱していないことに注意してください。また SCP-202JP は接近した生物に脱水症状を起こさせる特異性を持ちます。この影響は SCP-202JP の内容量が60リットルを下回っている状態で、SCP-202JP に最も近い水源の内側へ侵入した場合にのみ発生します。このため SCP-202JP は常時注水と内容量測定が行われており、周囲の貯水タンクの内側は立ち入り禁止とされています。SCP-202JP で沸かされた湯は安全に利用可能であり、最大、リットル毎時の湯量を得ることができます。これは保守の費用を考慮しても、通常のボイラー室を用いた給湯コストに比べてはるかに高効率です。このため現在はサイト、81の給湯システムに SCP-202JP が導入されています。この処置に関する再検討の申請は、議事録 202JP を読了したレベル4職員のみが可能です。SCP-202JP は、県、市の廃工場内の遊水地付近の小屋で発見されました。遊水地には付近の川から常に一定量の水が供給されていました。発見時、鍋の蓋に次の内容が記載されたタグが結び付けられていました。タグは一般的な厚紙と綿紐で構成されています。タグと蓋に特異性はありません。給水。衛生事業支援プロジェクト、局地及び貧困地域向け小型煮沸浄化槽、試作品、東平重工。実験記録、202JP、から、日付2000、年、月、日。実験方法、対象物を投入し5分ごとに濃度を測定する。対象1、食塩 500g、対象2、オレンジジュース 500ml、対象3、シアン化ナトリウム 1g。結果、すべての実験において徐々に濃度が低下し、1、2時間で完全に除去された。分析、SCP-202JP は水以外の不純物を除去する能力がある。実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。対象、微生物を含む泥水 10L。 結果、約2時間後に土砂及び微生物が完全に除去された。分析、正常な水の確保が難しい地域での作戦行動に有効である。
ただし豊富な水源が確保できることが条件であり、また浄化効率は通常の設備よりも低いため、導入の申請は保留とする。実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。対象、鉄のインゴット 1kg、結果、変化なし。分析1、SCP-202JP は内部の物体を、何でも沸騰させられる能力はない。溶鉱炉に転用する案は却下。分析に、大きな物体は消化できないのか？実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。対象、豚肉 1kg、結果、大量の悪が発生したが、約15分後にすべて消失した。豚肉は消え失せず、異常は認められない。B クラス職員に接触させたところ、パサパサでまずい、との感想を述べた。健康上の影響はなし。分析。物体を茹でることはできる。水以外の液体や不純物とみなされるものだけが徐々に除去されるようだ。おそらく肉の油もそうなったのだろう。実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。対象、豚肉 1kg、実施方法、SCP-202JP から湯を汲み出し、別の鍋で沸騰させながら、豚肉を茹でる。結果、アクは消え失せず、肉の油も残されていた。分析、湯に特異性は転移しない。通常の湯として利用可能。補足、経理課から苦情が通達されました。実験には安価な材料を使用してください。国産有名ブランド以外の肉でも同様の実験は可能です。研究員。アクセス承認。SCP-202JP は内容量が60リットルを下回った場合、近隣の水源または物体から水分を採取し、内容量を60リットルに保つ特性を持ちます。採取する内容は純粋な水分だけではなく、塩分、化学物質、植物繊維、血液、データ削除、などを含みます。この性質のため、水が供給されていない状態の SCP-202JP への接近は深刻な健康被害をもたらします。採取可能な距離の上限は確認されておらず、無制限である恐れがあります。しかし距離が近い水源を優先する性質と、採取速度が十分に遅いことから、大量の水を SCP-202JP の周囲に用意しておくことで収容違反を防ぐことができます。実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。目的、SCP-202JP の組成調査、結果、実験の準備中、研究員がめまいを訴えた。検査の結果、研究員は脱水症状を起こしていた。分析、SCP-202JP への接近は人体に悪影響を与える恐れがある。実験には慎重を期すこと。実験記録、202JP、日付2000、年、月、日。被験者、B クラス職員、B1348、実施方法、SCP-202JP 内の湯をすべて別の容器へ移し、被験者は SCP-202JP の近傍にて待機。結果、容器へ湯を移し替えた直後から、SCP-202JP 内部に沸騰する赤黒い液体が出現した。出現プロセスは不明。その後 B1348 が失神。SCP-202JP の内容物は60リットルを超えた時点で増加を停止した。B1348 は明らかに体積を失っており、また移し替えた容器の湯も半分以下に減少していた。その後の解析で、SCP-202JP 内部の物体は、B1348 の血液、脳症、編集済み、であることが判明した。B1348 は失血と前臓器の脱水により死亡。分析、SCP-202JP は湯量が減った場合、近隣から水分を集める性質がある。その際、水分以外の物質も同時に取り込む。
実験記録 202JP 日付2000年月日実施方法未開封の缶ジュース1本を SCP-202JP の近傍に配置し観察する結果 SCP-202JP 内に缶の内容物が移動缶は内部の減圧により変形した分析密閉による封じ込めは不可能また採取の際に代替物は補充されない実験記録 202JP 日付2000年月日実施方法水を満たした容量20トンのプールの上で SCP-202JP を上下逆に設置する結果 SCP-202JP からおよそ 500ml 分の水が連続的に排出されたプールの水量はほぼ変化なし分析これが一番安全な収容方法と思われる。ホイ2000年月日 SCP-202JP のさらなる安全な収容手順として海上施設への移送が提案されました。提案は懸案事項の多さから保留中です。2000年月日SCP-202JP から発生する蒸気でタービンを回すエネルギー炉の開発に関する提案は却下されました。エネルギーを得るには水蒸気量が少なすぎることが原因です。同様に、排出される水を用いた永久機関も、得られるエネルギー量が少なすぎるため不採用とされました。2000年月日 SCP-202JP をサイト81の食堂に設置する案が提案されました。食堂では十分な安全管理ができないことから提案は保留中です。より安全で確実な収容プロトコルを検討し、通常のボイラー室を用いた場合の給湯コストとの比較結果を添付して再提出するよう指示が出されました。2000年月日、現在の特別収容プロトコルが提案、承認されました。以後 SCP-202JP から採取された湯はサイト81の給湯器に供給されます。2000年月日 SCP-202JP の一部の情報の公開範囲をセキュリティクリアランスレベル4以上に限定します。SCP-202JP の性質について知った職員は現在の収容方法に疑問を持ち、すでに終わった議論を蒸し返す事例が非常に多いことが主な理由です。次の議題に関しての議論と調査は十分に行われ、すでに結論が出ています。議題1、SCP-202JP の将来的な変質の恐れ。議題2、体液や、編集済み、鬼田鍋を飲料水の提供に使用することへの生理的嫌悪。